ツルツルとした喉越しのいい方とシャキシャキのフレッシュ野菜、自家製和風だしとマヨネーズがよく合うサラダうどん、期間限定でごぼう作れていたトッピング。夏なんで、まあ、3処理でこれうどん、これも5位、いいね、はい、お願いします。最初に出てきた一つが超すごいやったんですよ。さあ、しかし結果の方は食欲もりもりチーム6問正解ということで、高校チームの勝利。今夜の11時50分からドラマ「町医者ジャンボ」というドラマがスタートいたします。はい、自分は町医者の役なんですけども、港町の診療所馬場院というところを舞台に、自分とそして新人ナースの、津田さん演じる飛鳥という、デコボココンビというか、まあ、はい、2人でこう町の人々を治していくという、はい、ストーリーになってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、あら、ね、ヒットもうまいですよね。結構毎回あるんですけど、皆さんも結構アスカーの方が、はい、さあ、今日10時58分、はいはい、で、松井社長は今夜10時58分からです。楽しみに。さあ、そして明日ってのを頑張りまして、はい、EXILE としてのパフォーマンスなんですけれども、はい、ザ・ミュージックで音楽の力でと番組で EXILE、でパフォーマンスさせていただきますので、今回はこっちじゃないんですけど、出場者が予想するマストアイテムとは、ファッション業界で今季必ず流行すると見られている注目アイテムのこと。今回のマストアイテムを選んだのはボア編集部。20代から30代の女性を中心に絶大な人気を誇る雑誌。ボアは1977年に創刊、今年で36年という歴史あるファッション誌。働く女性のための新別着回しコーデや脱ワンパターンコーデなど、アイテムをどう着回すかというコーディネートを多く提案しているのも特徴。幅広い年代の女性に大人気なんです。今回はボアを代表して編集部のハサンが解説。そしてマストアイテム探しに参戦するのはこの3人。前回最終戦を逃し4連敗中、最終の女復活なるか、ダイラ・アイリー。続いて前回見事逆転勝利、数々のファッション誌でモデルを務めコスメアイテムのプロデュースなども手掛けるカリスマモデル木下琴。わーわーどうですか、